皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、デンソーが、独拠点で、不正アクセス、ランサムウェアでサイバー攻撃ということで、ドイツ拠点に不正アクセスということで、こちらを見ていきたいんですが、トヨタ自動車グループの大手、自動車部品メーカー、デンソーがですね、ドイツにある販売開発、設計拠点のネットワークがランサムウェアによる不正アクセスを受けたことを明らかにしたということで、今思い出されるのが、パッと、出てくるのが、トヨタ先週とかですかね、不正アクセスとか、サイバーセキュリティの、問題で、多分土日とかだったと思うんです。金曜日とかだったと思うんですが、その翌の営業の工場ストップみたいなニュースがありましたよね。それに1週間ぐらい後ですけど、続いてまたトヨタ関連に、こういった、ことがあります。で、トヨタ自動車グループ大手、自動車部品メーカーのデンソーは、ドイツにある販売開発設計拠点のネットワークがランサムウェアによる不正アクセスを受けたことを明らかにしたということで、不正アクセスを受けたのは、デンソーオートモティブドイツ、現地時間10日に不正アクセスがあったことを確認したと。で、現在調査中で、被害状況など詳細は公表できない。で、現時点で事業活動に影響は出ていないんですが、現地の捜査当局にすでに被害届を出していると。で、NHK の報道によると、身代金要求型のコンピュータウイルスによるサイバー攻撃を行う、犯罪グループパンドラがインターネット上の闇サイトに伝送の機密情報を盗んで公開するとの声明を公表していると。で、内容としては発注書やメール、図面など、15万7千件以上、1.4TB のデータがあると。で、ランサムウェアによるサイバー攻撃をめぐっては、2月にも、トヨタの取引先の一つ、小島プレス工業が被害を受けて、トヨタが国内の工場をですね、一時、停止したということがありました。なので、どういうことなんですかね。明らかに狙われているのは間違いないんですが、で、闇サイトってね、一個有名なのダークウェブみたいなのありますけど、そこら辺なのかもしれませんが、自分とかがね、この情報をもらっても使いこなせないというか、どう使えばいいか分かんないですけど、やっぱ欲しい人からすれば、高額なお金出しても欲しいところあると思うんですね。これだけの情報、1.4TB のデータとかね。なので、お金目的、身代金のね、お金目的だと思いますけど、なんでこんなに必要にトヨタグループを狙うのか、それとも、お金あるところならどこでもいいんだけど、やはりこうトヨタのセキュリティがまだまだ、トヨタ直接じゃないですけどね、関連会社とかのセキュリティが、そこまで強くなかったのかなということで、日本はね、こうテロとか、海外に比べれば非常に少ないですし、ましてやこのネットテロとかに関しては、今後ね、より一層サイバーセキュリティ関係が注目されていく、きっかけになるような出来事かなと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。